はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでナオさんですね。英語の大文字ナオさんですね。はい、ポップセンチュリー一つ開封して、今日発送は明日着予定です。はい、明日着予定、大丈夫です。よいしょ。いやー楽しかったですね、今年も。はい、面白い。一番上、はい、シェリル・バークさんでいいのかな、うん、はい、これパープル、ピンク、ピンクパラかな、取り出せられないです。はい、なので、はい、よいしょ。はい、じゃあまずはピンクパラね。女性の場合はやっぱピンクとかね、赤と赤パラとか来ると可愛いですね。15シリ8番、はい、で2枚目、ああ、はい、トーンロックさん、ラッパーっすね。うん、まあ昔というか、まあ80年代、まあ80年代かな。うん、あの、まあ日常生活をこう、うん、ダベル、あの、あまりディスったりそういうのはない感じの、うん、心地よいラップですね、うん、まあ日本でいうと ECD みたいな、石田さんみたいな感じねえ、はいはい、石田さんもいい人だったな、すごいな。はい、あ、メモラはデュアル、はい、誰だ、ウィル・フェレルとバロン・コーヘンさんだ。はい、この組み合わせは初めてかな、一回見たかな。はい、うん、プロップセンチュリーデュオの9番か。うーん、結構あのコスチュームカードも初めて見るのがいるので、トーンロックさんもだから初めてですよ多分、 PB で出たの。うん、ちょっと欲しいなと。いや、ほんとレジェンドですよ。うん、eBayのプライス見ちゃダメです。はい、ラップ界のレジェンドですはい、で下開く、せーの、よいしょ。あ、ベン・アフレックの黒、おお、黒キラキラ。これシリアルどのくらいだろうな。黒って普通10じゃないですか、大体。キラキラだと少ないんだっけ、どっちだっけ。まあいいや、せーの、5、おー、5シリです。ベンハフレック来ました。黒のまあクラックド、いいっすね。はい、トーンロックさんいいな、いいっすね。はい、こういう感じでした。それとメモラと、はい、まあこの頃はあの、なんだっけ、日本だとあのナイキのね、プレイヤーズデライトって、あのジブラさんとかね、あの KG とかね、いやマイケルテストじゃねえんだぜってやつですね。あれのまあ原曲のあたりの年代の人たちですよね。あの初めあの NBA のナイキの CM の方はプレイヤーズデライトなんですけど、あの原曲の方はラッパーズデライトなんですよそれをプレイヤーズデイライトで選手をフューチャーしてナイキの CM に使ったっていうね、うん、いやーいいっすね。はい、まあどんなものにも歴史はありますからね、うん、知ると面白いですよ。はい、ベン・アフレックいいっすね。ベン・アフレックさんは一回初日かなんかに出たのかな、初日多分、初日か2日に出たのかな。これで2回目ですね、うん、ここにいるよね、これ。そうだよね多分ね、あ、これだよね多分ね、ちょっとこれだよね多分ね、違うかな、あ、カードは違いますけどね、あの別の種類ですけど、うん、いやーキーファーサザーなど当てれなかったな、うん、
はい、ということで、じゃあこちらで今日発送いたします。はい、あ、ポーカーやってないわ。右がお客様、参加をします。あ、まだこれ押してないわ。で、参加をします。ワン、9のワンペン。あ、2のワンペアか。なんかありそうでなんもないかなと思って まあ結局、はい。今日も負け越しだな。これでポップセンチュリーおしまいですね。はい。いや、今日の PB は結構皆さん良かったんじゃないかなと思います。他の方の動画もちょっと4泊かね。はい。いやー、面白いっすよ。ね。まあ、各箱こういうのは出てきちゃうから。まあ、開けて売っちゃう人とかもいますけどね。まあ、それはそれですからね。まあ、開けて、こうやって、ね、実際、自分が買った箱で当てれるっていうのがいいとこですからね。はい、ということで、こちらで今日発送、明日着で手配します。はい、ありがとうございました。また来年ですかね、ポップセンチュリーね。はい、よろしくお願いします。